じゃあ今回はですね、僕の愛車のピスト、富士のフェザーっていうピストなんですが、まあ大人気、超ド定番の自転車なんですが、今回こいつの BB をね、交換したいと思います。BB、このクランク、ペダルがくっついてるこの棒、クランクですね。こいつを回すためのベアリングです。かなりね、ピストの中ではまあ最重要パーツかなっていう感じなんですけれども、まあこいつ交換すると乗り味変わったり、回転性がすごい良くなったりとかですね、まあもろもろメリットばっかりっていう感じですね。で、今回使う BB はこちらです。これ、刀剣のね、866TBT っていうやつで、セラミックベアリングじゃなくて、ティラミックベアリング。チタンコーティングのセラミックベアリングが中に入っていて、でシャフトはね、これ黒森、鉄でできてるシャフトの BB にしました。ここのシャフトがね、チタンのものもあるんですけど、それはね、868かなっていうやつがあるんですが、まぁ、今回はこいつに、交換していきたいなと思います。作業的には別に特に難しいことはなくてですね、もう工具持ってるか持ってないかみたいな話にはなってきてしまうんですけれども、この BB 交換、ちょっと興味ある方いらっしゃいましたら、最後までご覧いただければ幸いです。Ladies and gentlemen.はい。というわけで、早速、交換作業やっていきます。まあ、もう説明動向するよりかは、もう作業見ていただいた方が早いかなと思いますので、早速、交換作業やっていきます。まず用意するのは、こちらです。8mm の六角レンチですね。こいつで、このクランク、ペダルがくっついてるこのクランクシャフトを外していきたいと思います。はい。取れました。はい。で、いきなりもう専用工具の登場です。こいつがコッターレス抜き、コッターレス工具なんですけど、このクランクですね、先ほどご覧いただいたこのシャフトのところがちょっと台形になっていて、ここにこう圧入してあるというか、こうギュッとただ差し込んであるだけなので、こいつを、この圧入されたやつを力技で抜かなきゃいけないんですけど、ここをこうやって手で抜いたりとか叩いて抜けるわけじゃないので、まあこういう専用工具が必要になります。で、このペダルの内側、ここのところにネジが切ってあるので、そのネジのところにこいつをこう入れてあげて真ん中の軸で押すみたいな形になりますね。ちょっと、まあ、見ていただいたら簡単にわかるかなと思いますのでやってみます。このクランク軸にまずこの工具入れます。そしたらここの真ん中ですね、真ん中を締めていきます。はい。で、ここ締めていくと、はい、これでペダルとクランク取れます。で、反対側行く前にこっち側、ドライブ側はですね、こうチェーンがありますので、まあ、まずこのチェーンを緩めるために、この後ろのホイールのナットですね、こいつは緩めて、タイヤちょっと前にしてあげて、チェーンのテンションは抜いといてあげた方がいいと思います。ここは 15mm ですね。はい。はい、そしたらチェーン緩んだんで、チェーンは外しちゃいます。こんな感じ、タルンタルンですね。もうで、反対側と同じで、まずここのボルトを外します。はい、取れました。で、再度コッター抜き使います。はい、取れました。はい、 OK です。そしたらいよいよ BB 外していくんですが、こいつを外すためにもまた専用工具が必要で、こいつです。これ BB ツールっつって、まあ、ここにこうやってギザギザが入ってましてですね、このギザギザとこの工具のギザギザが噛み合って回していくという感じですね。はい、ここのギザギザ、このギザギザとこのギザギザが、まあ、こうやってスポットこうやって噛み合って回せるっていうことですね。こいつまた専用工具になります。さっきのコッター抜きとこいつも両方ともね、モノタロウとかだと1000円ぐらいで買えますので、まあそんなにやるような作業じゃないので、BB の交換って一生のうちに10回も買えればいい方かなと思うので、まあそんな高いもの買わずともこんなんでいいんじゃないかなと僕は思いますけれども。で、これ外すときですね、これ見ていただいたら分かると思うんですけど、このドライブ側、ドライブ側は
ケースとこのネジがくっついていて、あっちの反対側はこのネジで止める形になるので、先にですねこっち側逆サイ外してあげます。はい、じゃあ緩めていきます。ここにこの BB ツールはめて、これ結構紙が浅いのでちょっとしっかり押さえといてあげないと簡単に外れちゃいますね。なので舐めないようにちょっと注意しなきゃいけないですね。こんな感じでちょっと押さえてあげながら回す。はい、でもちょっと緩んじゃえばあとは手でいけます。こんな感じ。はい、外れました。これ中わかりますかね、中もやっぱ錆びちゃってますね。こんな感じで、これ僕の乗ってるフェザーが、2014年製のフェザーになるので、今が21年なんで、まあ、6年7年乗ってることになるので、まあ、6、7年ね、そんなにメンテしないでほっとくと、まあ、こうやって錆が出るんだなっていう感じだと思いますね。まあ、今回やっぱ変えてよかったなと思いますけれども、反対側いきます。はい、今度このチェーン側、クランク、チェーンリングがついてる側ですね。こっち側外していきます。で、こっち側はさっきと違ってこれ逆ネジになります。なのでこうやってはめて、こっち側に回すとさっき外れたんですけど、その逆、普段だったら締める側の時計回りですね。時計回りに外してあげると、緩んでいきます。これちょっとここ押さえながら、押さえながら体重かけて、やった。よし。あ、硬いな。こっち側は手じゃ回せないですね。なんかネジが噛んでる感じするな。おい、これもう一度。はい、外した BB こんな感じでもう錆びちゃってますね。これついてたのは RPM って書いてます。なので FSA の RPM っていうハブが、ハブじゃない、 BB がついてました。まあ、こいつもそんなに高いもんじゃないと思うので、まあ、今回みたいにグレードアップするっていうのは悪いことじゃないんじゃないかなと思いますね。はいはい、そしたらこの中ちょっと洗っていきます。はい、 OK です。はい、そしたらもうこの BB 取り付けていきます。まず BB 取り付ける前にですね、グリスアップしておきましょう。このネジ穴、ネジ山ですね。まずはこの BB のネジ山、こっち側にもグリス乗っけといてあげます。はい、そしたら今度はこの本体ですね、本体の方にもグリス乗っときます。ここはまあ厚めに塗っちゃっていいんじゃないかなと思います。グリスあんまり塗りすぎるとゴミを呼ぶみたいなこともまああるんですけど、ここのね BB そんなに外すもんじゃないし、どっちかっていうとこの辺にゴミが溜まるより、ここから水が入っていく方がリスクは高いかなと思うので、ちょっと多めにグリス塗っときます。このね外側からはみ出てきたやつは拭き取ってあげればいいと思うので、はい、こんな感じで、こだわったショップさんだと多分ここのネジ山タップで立て直すと思うんですけど、僕こんなでかいタップ持ってないので、もう今回このまま行きます。なんでもし噛み合い悪かったら危ないので、ちょっとまずこう優しい感じ、ちょっとネジ山の様子を伺いながら締めていってあげた方がいいように思います。ちょっと一回行ってちょっと戻るみたいな。はい、一回入ったのでちょっとこいつは取り外して再度見てみたいなと思います。うん、大丈夫そうっすね。 OK です。そしたらこっち側、反対側にもグリス塗って、いよいよしっかり取り付けいきたいと思います。まあ、このグリスはなんかネジ山に塗るっていうか、ネジ山の上乗っけとくみたいな感じですかね。で、BB、ここの真ん中ら辺はネジ切ってないので、まあ、その辺もちょこっと、この辺はグリス薄く塗っといてあげたらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この刀剣のやつだと、ここにね、50ニュートンメートルって、あ、見えますよね。見えるよ。映ってるかな？はい。50ニュートンメートルって書いてあるので、ここはトルクレンチで、管理してあげた方がいいと思います。
はい、OK です。だから反対側行きましょう。こっち側はもう正ネジなんで普通に締めていけば OK ですね。はい、ひとまずこっち入ったので、でこの状態で、両サイド本締めしたいと思います。はい、50Nm OK です。でちょっとこの溢れたグリスなんかを拭いてあげて、これにて BB の取り付け交換は完了と。なのでこっからは、ペダルクランクを戻していきます。さっきもともとついてたこのボルトをつけるんですが、この刀剣の BB 買うとこの新品もくっついてくるので、今回こいつももちろん交換していきます。なのでこのボルトにもつける前ちょっとグリスアップして入れていきます。まずはこのシャフト部分ですね、ここにちょっとグリス塗っといてあげましょう。はい、そしたらクランク入れます。はい、まあ、四角形なのではまるようにしかはまらないので適当にはめ込んであげて、このボルトですね、ボルトにもグリス塗ってあげて締めていきます。でここも、30から50だったかな、なんか割とあのこの BB 止めてるぐらいのトルクで、締めてあげた方が良さそうなので、ここもトルク管理でいってあげたいと思います。はい、 OK です。はい、そしたら逆サイドもやっていきましょう。まあ、逆サイドもやることは同じですね。シャフトにグリス塗ってあげて、でボルトにも塗っておきます。で外したクランク、チェーンリング、こいつ反対側をちょっと上に上げてあげて、はい、こんな感じですね、くるくる。そしたらボルト締めていきます。でまた位置をトルク管理してあげましょう。はい、これで取り付けおしまいですね。うん、周りはいいんじゃないですかね。はい、そしたらチェーン戻しておしまいですね。あ、なんか結構ジャリジャリしてるな。これ簡単に掃除してあげておきましょうかね。それで今回使ったあの BB についてのお話なんですけど、富士フェザーはここの BB のケースっていうのこのはまるとこ、ここがね68です。だからだいたい規格で68とか70とか、あと BSA とかイタリアンとかいろいろ規格があるんですけど、あの68の BSA を選んでいただければ、あのこの刀剣以外の BB でも使えます。純正でついてくるチェーンリング、これあの PCD130 のまあそんなにだから精度がすごい高いようなもんではないんですけど、このね BB の軸長、ここが 103mm です。だから 68BSA130mm の軸長で、軸長のさっきのあの台形なとこ押し込むテーパーの形、あそこがねあの実数です。テーパーの形は ISO とか ISO と実数 JIS がまあほぼほぼどっちかかなっていう感じなんですけれども、あのこの富士フェザーの純正クランクを使おうとしたら選ぶべき BB は 68BSA の軸長 103mm の実数です。はい、その軸長 103mm っていうのを守らないと、このチェーンリングとこのコグの位置がこうずれちゃうので、チェーンラインがまっすぐ出なかったりするので、その軸長に関してはしっかり選んであげた方がいいんじゃないかなと思いますね。ちょうど昨日ね50キロぐらいかな走ってきたんですよ。なのでこの BB に交換したら体感で違いが分かるんじゃないかななんて期待してるんですけど、どうでしょうね。うわーすげー、全然違う。ローラー台でもでこんな舐めたスリッパのやつでも超わかるぐらい、なんか超スムーズになったな。うわ、すげえ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 。
これはなんか冷やすに軽くなった感じする。やべ、BB 全然違えな。はい、というわけで今回動画以上となります。最後まで動画をご覧いただいた方、本当にどうもありがとうございました。今回はですね、これピスト、自転車の心臓部とも言ってもいいであろうパーツ、BB の交換についてのご紹介でございました。まあ、これ BB の交換って言っても、例えばダイレクトドライブとかダイレクトクランクに変えるわけでもないので、ただただ、同じ寸法のパーツを取り替えるだけなので、まあ比較的簡単にはできるかなと思います。何度もお送りしてますが、専用工具が必要なので、ちょっとその辺だけ、まあ、めんどくさいし、ちょっとお金かかっちゃうかなと思いますけれども、まあ、一回買っちゃえばね、しばらく使えるものなので、まあ、興味ある方いらっしゃれば、ぜひ揃えてみてはいかがかなと思います。というわけで、まだまだ自転車動画もお送りさせていただこうかと思っておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、どうぞ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで、また動画の中でお会いいたしましょう。いざ